ヨトゥンヘームは北欧神話に登場するヨトゥンと呼ばれる下の巨人族と他の巨人族が住む国である。コエッタやスノーリのエッタに参見される記述ではヨトゥンヘームは東に位置するとされている。また、人々の住むミズガルズと神々の住むアースガルズの脅威となっている。アースガルズとヨトゥンヘームの間にはイビング川が流れている。主要都市としては ウートガルザロキの治めるウートガルズがあり、他にメングラットの住むガストロープにいる、そしてスイアチの住むスリムヘームがある。ヨトゥンヘームを支配する王はスリムという。コエッタの巫女の予言によれば、この国から今わしき三人の巨人の娘が来るまでは、神々は黄金でできたもので欠けたものはなかったという。また、ラグナロクの到来時には、神々や妖精だけではなく、 ヨートゥンヘイム全土もとよめくという。なお、ノルウェーには、スカンディナビア山脈に属するヨートゥン背面山地が実在し、これは、スカンディナビア半島で最も高い山である、ガルフピッケンを含んでいる。ありがとうございます。